皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は京都市の中心部烏丸通りの方に来ています。このチャンネルでは年間70泊ホテルステイをしている私旅蔵がさまざまなタイプのホテルに実際に宿泊をしてホテルレビューをしています。ヒルトン、マリオット、IHG のホテルや特に京都のホテルを多くご紹介しております。もしこの番組が役に立ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、本日のホテルは日本で唯一のヒルトンガーデンインです。ヒルトンガーデンイン京都四条烏丸をご紹介していきたいと思います。それでは早速ロビーの方に入っていきたいと思います。はい、まず正面がフロントカウンターになってるんですね。面白いですね。とってもスタイリッシュな感じです。そして右側の方がラウンジエリアとなっています。こちらも開放感があってとっても素敵な雰囲気ですね。とってもスタイリッシュな感じがいたします。これはちょっとプレミアムな感じのホテルなんでしょうか。もっとビジネスライクなホテルだと思ってたんですけれども、とっても素敵な空間ですね。チェックインはお水が出てきました。丁寧なチェックインをしていただきました。さて、それでは早速お部屋の方に行ってみたいと思います。こちらのロビーフロアもスタイリッシュです。はい、それでは早速お部屋の方に入っていきたいと思います。こちらウッドを使ったキーとなっております。はい、タッチして中に入りたいと思います。はい、お部屋もフローリングになっていますね。では早速奥の方を先に進んでいただきたいと思います。はい、こちらベッドルーム、今日はツインのお部屋でございます。奥まで行っちゃいましょう。はい、こちらデスクがあってソファーセットがあるような感じですね。はい、今日は一番お安いお部屋をお願いしたんですが、余裕があるということでファミリーツインルームというお部屋にアップグレードしていただきました。まずこの窓際のソファー、いい感じですね。ゆっくり足を伸ばせることができるかと思います。そしてグリーンが基調となっていて、なんとなく落ち着くお部屋となっています。このアートもちょっと京都の和紙をイメージしたような感じですかね。素敵ですね。はい、そしてこちらのフォルムも綺麗ですね。はい、こちらクッションが入っておりまして、間接照明がとっても綺麗なお部屋となっています。ベッドは2台です。とってもね、大きなベッドになっておりまして、高さが結構高いですね。外資系のホテルっていう感じがいたしますよね。はい、そして枕が2つずつ。そしてこちらが電源とこれ C タイプですね。はい、そしてベッドサイドの、ランプがあります。このライトもちょっとおしゃれな感じですね。はい、こちらファミリータイプというお部屋でございまして、ベッドを1台追加して、はい、トリプル仕様として使うことができるようなお部屋となっています。最近のホテルはですね、ハイダーベッドといいまして、このベッドのですね、下に実はベッドが1台隠されておりまして、簡単にベッド、エクストラベッドがこちらに出してね、置くことができるようになっています。これは清掃の、業者さんのね、負担をちょっと減らすような仕組みになってますね。はい、そしてこのウッドのデスク、これちょっと重たいのがね、気になりますけれども、ここで革製になっておりまして、ちょっと質感がいいですね。そしてこちら空気清浄機です。はい、お部屋、そうですね、ゆとりが結構ありますね。はい、そしてこちらのデザインされたところに大きな壁掛けテレビがついています。日本のヒルトンガーデン、私初めてでございますね。はい、そしてこんなところにちょっと台がありますね。何に使うんでしょうかね。はい、そしてこちらがミニバー周りとなっています。はい、水をですね、このようにフィルターをかけて使ってくださいということで、水道のお水をですね、これを使うんでしょうかね。はい、ということでミネラルウォーターのサービスはないようですね。そしてケトルがあります。はい、では上から見ていきましょう。ここ開けますと、はい、これは氷ですね。そして折りたたみ式の鏡があって、ここ開けますと、はい、グラス関係、コーヒーカップなんで、ちょっとおしゃれですね。はい、そしてこれ私好きだな。おしゃれですよ、このね、いいもの入ってますね。はい、そしてコーヒーは京都の小川コーヒーさん、いいですね、こだわってますね。はい、そして栓抜きなんかもありますね。グラスも結構薄めのおしゃれないいものを使ってますね。ちょっとヒルトンガーデンインというと粗悪な感じがイメージしてたんですが、なかなかいいものを使っています。はい、そして冷蔵庫、水が1本入っていますね。これは飲んでいいんでしょうか。はい、1本というのはちょっと謎です。はい、そして、ザ・ショップの CM というか、下にねザ・ショップとお店があるので、そちらでお買い求めくださいということだと思います。はい、そしてバゲッジラック、こちらから靴べら、そしてこれは金庫ですね。はい、そしてこれは、はい、パジャマですね。パジャマの中にこれパンツが置いてあるんでしょうか。これ謎ですね。これパンツだけがあって、パジャマがないんですかね、2人分ね。ちょっと後で聞いてみたいと思います。ちょっと謎ですね。はい、そしてこちらに体重計があって、はい、こちらに消毒済みという感じのスリッパですね。これも使い捨てではなくて環境に配慮した感じとなっています。はい、そしてこちらがバゲッジラックとアイロン、はい、これですね。はい、そして入り口の方は鏡となっています。はい、そしてこちら扉開けますとトイレとシンクとなっていますね。はい、シンクも石を使ったものでちゃんとした綺麗な感じですね。こじんまりまとまっていますけれども、フォルムがとっても綺麗だと思います。はい、そしてアメニティが懐かしいのがね、ピーター・トーマス・ロスなんですよね。ヒルトンご存知の方はクラブツリー&イブリンのちっちゃいミニボトルの前のやつですね。ピンク色とか緑色の色してた入れ物ですね。はい、そのとってもいい香り、私好きなんですが、ピーター・トーマス・ロスが置いてあります。はい、そしてこのマーブルの石がいいですね。ここ開けますと何もありません。はい、そしてドライヤーですね。これね、ちょっと後で開けてみたいと思います。そしてヘアバンド、コットンセットですかね。はい、こちらはちょっと環境に配慮したホテルとなっておりまして、プラスチック類がほぼ置いてありません。歯ブラシもちょっとねフロントでいただきましたので、後でちょっとご紹介したいと思います。はい、そしてタオルがこのように置いてあります。そしてお風呂はシャワーブースとなっていますね。はい、高級感あります。こちらにシャワーとオーバーヘッドシャワー、レインシャワーがあります。でこちらもですね、ピーター・トーマス・ロスのものが入っていますね。これクラブツリー&イブリンとボディウォッシュだけはクラブツリー&イブリンになってます。面白いですね。はい、なぜでしょうかね。なんか理由があるんでしょうね。はい、そしてね、椅子もありまして、ちょっと面白い感じでございます。はい、ということで最後にですね、お部屋を眺めをですね、こちらから見ていきたいと思います。いい感じですね。このお部屋、やはりできたばかりということで綺麗ですね。はい、今日のお部屋は8階なんですけども、ちょうどですね、はい、烏丸通り沿いでございまして、お向かいに見えるのが京王プレリアですね。はい、京王プレリア、そして東横インさんなんかがあります。五条通り、これ烏丸通りですねの大きな道ですけれども、ちょっと今光もあってあんまりよく見えませんけれども、視界が空抜けているので、とっても開放感があっていいかと思います。はい、以上お部屋でございました。あと追加情報です。ドライヤーはテスコムでした。そしてチェックイン時に歯ブラシはお持ちですかと聞かれて、持ってないと言えば、このように歯ブラシが取り替えられるトラベル用の歯ブラシセットをいただきました。ありがとうございます。そしてスリッパもサステナブルのものになっているようです。そして先ほどのこちらのお水作ってみたんですけれども、水道の水をですね、フィルターを通してこうやって作ります。正直めんどくさいなって思いました。まあでもサステナブルの取り組みなんで協力したいと思います。さて続きまして、ジムの方に行ってみたいと思います。客室階のエレベーターから降りて、1階で1階乗り換えて、地下1階にこのようにジムのマークがあるお部屋があります。早速中に入っていきたいと思います。はい、結構大きな空間なんですが、こちらホテルの24時間営業のフィットネスジムとなります。はい、素敵なデザインとなっていますね。宿泊者は無料となっておりまして、最新のテクノジムのマシンが導入されています。ちょっと松の絵が描いてありまして、京都らしい雰囲気デザインとなっています。こちらはバンベルエリア、重たさも結構ありますので、十分本格的なトレーニングができるかと思いました。こちらで汗を流すのも本当に気持ちいいと思います。またジムの隣にはコインランドリーがありました。全自動のマシンがありまして、3キロまでですと全て合わせて乾燥までで600円、120分かかるということでございます。便利ですね。さて続きまして、1階の方に戻ってきました。こちらロビー階の方ですね。はい、こちらまっすぐ行きますと、先ほどのメインロビーの方に出ていくような通路となっています。左側はトイレがあります。そしてこちら左側なんですが、ホテルのギフトショップ、ザ・ショップとなります。滞在を快適にするためのお店ということでございます。ちょうどヒルトン60周年のギフトボックスなんかがこちらで販売されていました。またこちら小腹が空いた時にこのしば漬けチップス、京都らしいですね。そしてカップラーメンなんかも販売があります。こちらはドリンクコーナー、ちょっといいものが売ってます。お値段もそれなりに結構すると思いますので、お安いのご希望の方はコンビニに行かれた方がいいと思います。ただね、このように小腹が空いた時のお弁当などもあります。そしてこちらお酒、ウイスキーなども充実してます。こういったね、お土産品みたいなものも販売してるんですよね。そしてこちらに、はい、電子レンジもありますので、電子レンジメニューを楽しむこともできます。アイスクリームもありますし、この中ですね。はい、そしてこちらにですね、買い物は全てフロントカウンターでお会計をすることとなります。こちらちょっと着物柄の京都ウイスキーがあったりですね、お土産屋さんとしても楽しむことができるかと思います。そしてこちらがホテルのレストラン、トゥギャザー&コーです。ホテルのオールデイダイニングとなっています。朝食、ランチ、ディナー、そしてデザート、カフェなんかも楽しむことができます。結構大きなスペースとなっています。そして入り口の方を見ますと、こちらがカフェ&バーカウンターとなっています。本格的なこちらバーとなっておりまして、お酒の種類もかなり豊富でございます。そしてカクテルも楽しむことができます。本格的ですね。そしてこちらのお店、ワインやスパークリングワインが豊富に用意されています。1時間1500円のスパークリングワインのフリーフロー、そしてさらにお得な3000円の時間中飲み放題、ワイン、スパークリングワインなどのフリーフローサービスもあります。こちらホテルのダイヤモンド会員のラウンジサービスなどはありませんが、少しお得に有料でこのようなフリーフローサービスを楽しまれてみてもいいかもしれないですね。また日中はソフトドリンクのフリーフローサービスがあります。1杯だけ頼んでも600円ぐらいしますので、2杯以上飲むならこちらを頼んでおいた方がお得かもしれません。またテイクアウトメニューがあり、お部屋でお食事を楽しむことも可能となっています。さて朝になりました。朝食をご紹介していきたいと思います。会場は1階のレストラン、Together & Co. で朝食のビュッフェスタイルをご用意しています。こちらの方にビュッフェボードが現れました。はい、では中見ていきましょう。まずジュース類、そして外国人も多いのでシリアルが用意されています。そしてミルクですね。こちらにはアイスコーヒーも用意されていました。そしてコーヒーマシンもあります。こちらにバナナがどっさり置いてありまして、面白いなと思いました。ドライフルーツなんかもありまして、外資系ホテルっていった感じですね。はい、サラダも充実していました。そしてこちらに置いてありましたしば漬けのポテトサラダ、京都らしくてとっても美味しかったです。皆さんもぜひこちら試してみてください。こちらは洋食コーナーとなっています。そしてマフィン、パンなども充実していました。そして京都らしく京都の和食、おばんざいもかなり充実しています。しかも美味しいです。こちらはお豆腐ですね。こちらはおかゆコーナーです。おかゆに入れるコンディメントが用意されています。いろんなものを入れて楽しんでみてはいかがでしょうか。ご飯は京都の人気店8代目義兵のご飯が提供されています。喉越しがとても良くて美味しいご飯でございます。そして蒸し野菜、お魚、お味噌汁などが用意されています。こちらまず和食をいただいてきましたけれども、京都らしい優しいお味で朝から美味しくいただくことができました。そして一番奥にはエッグステーションがあり、シェフによる卵料理が振る舞われています。私はエッグベネディクトを作っていただきました。はい、こちらは洋食バージョンでございます。スープもあり楽しめます。バナナもいただいてきました。結構充実してると思いますね、朝食もね。開業したての時はちらし寿司なんかもあったんですけれども、もしかしたら季節によって出るのかもしれません。充実の朝食でありました。さて本日は日本で唯一のヒルトンガーデンイン京都四条烏丸をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それではここでヒルトンダイヤモンド会員の特典をおさらいしていきたいと思います。こちらはクラブラウンジがなく、そして部屋のアップグレードが基本的にありません。そして朝食2名分、またはですねヒルトンの750ポイントを選ぶことができます。レートチェックアウトは状況により可能だということです。他のヒルトンとはちょっと違いますのでご注意ください。さてそれでは実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思います。私は海外でヒルトンガーデンイン何か所か泊まったんですけれども、全てもっとビジネスホテルのような感じのイメージだったんですけれども、こちら日本の1号店はちょっと違う感じがしました。シンプルだけどプレミアムっていうキャッチフレーズを使ってるようですけれども、まさにその通り。部屋は大変スタイリッシュで素敵ですし、とってもシンプルですが使いやすい、そんなイメージがありました。また SDGs 環境への取り組みへの配慮も評価したいところではあるかと思います。こちらのホテル2022年11月オープンということで、紅葉の繁忙期にオープンしたせいで、シングルがオープン時は3万円近くするというちょっと高級な感じのイメージだったんですが、1年経ってちょっと料金も落ち着いてきたようです。皆さんも料金とのバランスを見ながらぜひ使ってみてはいかがでしょうか。料金次第では旅ゾウもおすすめできるとっても素敵なホテルだと思います。皆さんはいかがお感じでしょうか。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの番組が役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。